皆さんこんこにちはサックスの藤田純之介です今日は新学期もスタートして新たにサックスを吹くことになった方そしてこれからサックスを始めてみたいなと思っている方に向けてサッククスの吹き方をレクチャーしたいいと思いますまた独学でサックスを始められた方や上達に伸び悩んでいるという方はこの動画にヒントが転がっているかもしれないので ご自身の奏法を見直すきっかけにしていただければいいなと思いますそれでは最後までご覧くださいまず道具の説明をしたいと思いますがサックスを演奏するにはリードそしてマウスピースリガチャネック楽器本体そして このストラップが必要になりますこのアイテムのそれぞれのチョイスによって音がが変変わわっったたりりりあととと吹きやすすさが変わったりということになります特にリードとマウスピースに関してはこのチョイスでクラシックだったりジャズだったりの大きな差が生じてしまうのでもし目指している方向と違うチョイスをしてしまった場合にその目指した方向に修正するのに大きな時間がかかってしまうかもしれないのでご注意ください。 なのでインターネットで調べてみたり楽器屋さんに相談したり、えー、こうこうこうしたいというイメージを持って、えー、チョイスすることをおすすめします。それでは早速楽器の組み立てに入りたいと思います。まずリードを口に加えて湿らせますリードは足という植物でできているんですけどこれを湿らせることによって振動が良くなります。 逆に湿らせずに吹いたりすると、えー、ちゃんと振動しなくて、えー、キャッというリーードミスススといい。う雑音が鳴ったりすす。るのでご注意ください次ににネックにマウスピースをつけますこの順番はいろいろアプローチがあるんですけど、えー、まずは初心者の方にトラブルが少ない方法をおすすめしたいなと思って、えー、この順番をチョイスしました。 そしてヴィンテージ楽器だとまたちょっと別の話になったりしますが各メーカーが今のラインナップとして現行を売っているモデルだとだいたい 1cm 残しぐらいのところから基準に入れていくようにするといい場所かなと思いますたまにねあの入りにくいからっていってこの辺で吹かれてる方がいらっしゃいますがその場合はマウスピースのこの ここの狭さの問題なのでコルクを楽器屋さんで削ってもらって入るようにした方がいいと思います、えー、正しく音程が出ない場所で吹き続けると、えー、上達の足かせになってしまうのでご注意くださいはいちなみに僕は、えー、口を緩めて吹くタイプなので、えー、このぐらい普段入れてますけどもだいたい多いのはまあ、この辺かなと思いますはい。 こんな角度でつけますそして次はマウスピースとネックが連結しているところにリガチャを装着します。でネジを緩めます。そしてここの間に隙間ができるようにして上からこんな感じでリードを 装着しますリードの装着場所はグッと指で押さえて黒い部分が髪の毛1本分見えるような場所で固定しますちなみにリガチャーの向きなんですけども、えー、こっちにつくタイプとこっちにつくタイプといろいろあるんですけど、えー、右手でネジを締めれるようにな,っていますなので、えー、こうだったりはい。 ははたまたたまこここううだったりこれれ右手でで締めなないいので逆ということになりますちなみにリードの替え時って人によって違いますけどたまにあの僕3年ぐらい使ってますみたいな人いるんですけどあのまあすこぶる上手ければいいんですけどあのもっと上手くなりたいって思ってるんだったら。 うん3ヶ月に1箱とかなんかそういうペースで買うのが健全じゃないのかなとは思ったりしますただ最近はね樹脂リードなんかもあったりするのでそういう場合はもっと使えるかもしれないですけど調子が悪くなってきたなと思ったらまずリードの性を疑ってすぐに取り替えてみるっていうのを僕はお勧めしていますそして楽器本体にネックを差し込みますなので右手側のネジを緩めて でここにまっすぐ入れるようにしますそしてたいオクターブキーのこのバーとこのネックの支柱の部分ですねそれがまっすぐになるような場所で装着します。そしてネジを軽く締めて、はい、これで組み立ては完成です。 はい、それではいよいよ音を出してみたいと思いますが楽器を全部組み立てた状態で最初の音を出そうとするとうまくいかなかった場合に何が原因かが分かりづらいのでまずはネックから上の部分をを使ってて音を出してみたいいと思います吹く時の口の形をアンブシュアというんですけどもこのアンブシュアの形で音がすごく変わります。 なので僕も未だにもっといいアンブシュアないんだろうかって日々研究してるぐらいなので皆さんも、えー、貪欲にこのアンブシュアのいい形、えー、自分の理想の音に近づく形を探していただければいいかなと思います。今回はオーソドックスなアンブシュアをご紹介したいと思いますが、えー、かっこいい音の出し方というのは、えー、動画を作ってたりしますので概要欄に貼っておきますので是非そちらをチェックしてみてください。 ままず下下唇を下の歯に軽くかぶせます、はい。そしてそこにマウスピースを加えてで上の歯をマウスピースの約 1.5cm ぐらいのとこですかね、はい、この跡がついている辺りに載せますそして口の横を前にすぼめるような感じでマウスピースを包み込みます。 でギュッと噛まないようにしてくださいはいこの状態で息をフーッと出してみます <laughs> この時に息が詰まって中に入らないようだと浅く加えすぎてリードが潰れてしまっている可能性があるので少し奥に加えてみますだいたい8割の方が浅く加える傾向にはあります で酸欠するほど息がファーッと入っちゃう場合は深く加えすぎの可能性がありま,す <noise> まあ5秒ぐらいはフーッと吹いていられる抵抗感の場所を選ぶといいと思います。そしてここから息のスピードを速くして上下の締め付けを少し強くすると音が鳴る ようになりますはいなりましたでしょうかもしならない場合は、えー、強く噛みすぎでリードが潰れている場合もしくは奥に加えすぎて リードが振動しないい場所にななっているなど原因はいろいろあるので、えー、浅く加えてみたり深く加えてみたり、えー、弱く噛んでみたり強く噛んでみたり <noise> はい、いろいろ試してみてくださいとにかく体が楽な状態でフーっと音が出るっていうのが理想です。 いろいろ試したところで音が出ない場合は、えー、マウスピースとリードのチョイスが、えー、ご自身に合ってない可能性があるので、えー、変えてみることをおすすめしますが、まあ、まずできることとしてはリードを少し下につけて、えー、抵抗感をなくすもしくは、えー、リードを目の細かいヤスリなどで削って、えー、薄くする。 そうすると抵抗が少なくなって、えー、音が出やすくなったりするのでぜひ試してくださいさあ無事の音は出ましたでしょうか、えー、音がプッと出たら今度はそれを長く吹けるように練習しますはいこれぐらい長く伸ばせたら大体の曲は吹けるようになるかなと思います